日本学生支援機構の奨学金について説明いたします。日本学生支援機構の奨学金は、返還不要の給付奨学金と返還の義務がある貸与奨学金に分かれます。給付奨学金は授業料の減免を合わせて高等教育の就学支援新制度と呼ばれます。貸与奨学金は返還時に利子がつかない第一種奨学金と利子がつく第二種奨学金があります。なお、給付奨学金は学部生のみ対象で、大学院生は申し込むことはできません。まず、高等教育就学支援新制度について説明します。給付奨学金は世帯収入に応じて3つの区分があります。また通学形態によって給付される金額が異なります。給付奨学金の区分に応じて授業料減免の額も変わります。給付奨学金と貸与第一種奨学金を併用する場合、給付奨学金の区分が第一、第二区分ならば、第一種奨学金の貸与月額は0円となりますのでご注意ください。給付奨学金の支援区分が外れた時に第一種奨学金が振り込まれます。また、給付奨学金は毎年1回、課税状況から支援区分の見直しが行われ、10月に支援区分が変更され、給付月額が変わることがあります。支援区分の変更を確認したら必ず保証人に連絡してください。給付奨学金の出願に関する学業成績の基準について説明します。1年次の学業成績の基準は、あ、高校の評定平均値が 3.5 以上。い。高等学校卒業程度認定試験の合格者であること。う。学習計画書を提出し、学習の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること。のうちどれか一つに該当する必要があります。2年次以上の学業成績の基準は、まず習得した単位数が標準習得単位数以上であることが必要です。その上で GPA が在籍する学科の上位2分の1の範囲に属することが出願資格となります。GPA が在籍する学科の上位2分の1に該当しない場合は学習計画書の提出が必要となります。学業成績不振などで就業年限で卒業できないことが確定している場合は、基準を満たしていても受給できません。次に貸与奨学金について説明します。貸与奨学金は返還の義務があります。いずれは自分で返さなくてはならない借金であることをよく理解してお申し込みください。貸与額については奨学金案内を確認し、必要な額をよく考えてお申し込みください。給付奨学金でも説明しましたが、第一種奨学金は給付奨学金と併用する場合、貸与額が制限されます。給付奨学金の区分が第1区分、第2区分の場合、第1種奨学金の貸与額が0円となりますのでご注意ください。貸与奨学金の学業成績の基準について説明します。第1種奨学金、または第1種、第2種併用貸与する場合の学業成績の基準は、1年次は出身高校の評定平均が 3.5 以上、2年次以上では標準習得単位数を習得し、GPA が 2.5 以上であることとなります。第2種奨学金の学業成績の基準は、1年次は出身高校の学年平均水準以上、2年以上は第1種奨学金の基準と同等であることが望ましいが、基準に達しない場合は出願時に理由書を提出することとなります。出願の手続きについて簡単にご説明します。ウェブステーションの配信資料、給付奨学金案内、貸与奨学金案内を確認し、出願書類を整えて提出期間内にご提出ください。詳細はウェブステーションの掲示板に配信している資料をご確認ください。奨学金申し込み手続きの日程や提出方法、提出書類などが掲載されています。資料からでしか入手できない書類もありますので、ご注意ください。以上で日本学生支援機構奨学金の説明を終わります。